東京都心の気温が25度に到達しました。11月としては14年ぶりの夏日になります。日本海の前線に向かって南から暖かな空気が流れ込み、今日は全国的に気温が高くなっています。東京都心の気温は午前11時15分に25度に達して、11月としては14年ぶりに夏日となりました。 都心の夏日は今年14、1日目で去年を上回り観測史上最多となりました。季節外れの暑さは火曜日頃まで続くとみられています。